速稼ぎのことです。今日はホテル日光関西空港、こちらの方に、一泊させていただいております。でツインルームを一人で撮っているんですね。前回はスイートだったんでものすごい広い部屋だったんですけども、今回はツインルームでございます。一泊2万円ちょっとですね、2万58円とかなんかちょっと半端な金額だったんですけども、私にしてはちょっとね張り込んだ金額の一泊ですね。まあでもとても快適に過ごさせていただいてます。まあツインなんで結構部屋は使い勝手がいいんですけども、すいませんちょっといろいろと散らかってますけども、ベッドがねこのように1つあって2つあって、1つはだから荷物をバーンとテーブル代わりに使わせてもらってて、もう1つでまあ休むかなってことですよね。でこういう風にデスクチェアがありまして、まあ、ベランダから空港の様子が見えるということですね。で、エアコンがですねこうついてて結構冷えます。こうね、まあ、こういう風に温度を下げるわけなんですけども、操作も簡単ですぐに効きますね。快適です。でベッドのこの枕のところにですねこう USB のこれはついてないんですけども、コンセントが1箇所2箇所ついてますよね。そうですね、コンセントが1箇所2箇所ついてて、プラグがで USB が2箇所ついてますんで、結構ねいい充電環境ですね。すぐにあれこれと充電できると。でこちらに目覚ましがあって電話という形でございます。はい、その他ですねこちらの方で、まあ三面鏡じゃないですけども、ちょっとね身なりを整えるものがあって、私はここでちょっとパソコン作業をしています。で Wi-Fi もですね無料で使えます。ビュンビュンに通りますんですごく使いやすいのと、まあ、ホテルのレストランもとってもね今日もうなぎのコースメニューをいただいたんですけども、花里さんですごく良かったです。他のところもね使ってみたいですよね。お肉とか銀杏とかいいですよね、胃腸といいますか。はい、で使わなかったんですけどポットがあって、ミネラルウォーターが2本ついてます。まあ1本飲んじゃったんであと1本、これをね、バリ島の方に持っていこうかなと思います。でテレビこれも使わないんですけども、薄型テレビがあって、結構ねこっちのベッドから見やすいという形になってます。その他リモコンなどがあるというとこかな。全体的にはこんな感じなんですよね。で、一人で過ごすにはもう十分すぎる環境でして、次回もここ泊まりたいなと思いますね。他にもねここに冷蔵庫がついてますね。下に金庫がありまして貴重品で、上には、まあ、ドリンクアイスペールで、まあこの冷蔵庫はねこうやっていつでも使えるようになってます。でその他こちらの方に引き出しなどがあって、LANケーブルがあったり、ホテルの案内が入ってますね。で連泊するときはここがすごく便利なんではないかなと思います。ここにガウンがあったりね、ランドリーバッグで、ここに、まあ着替えを入れるようになってますかね。なんとね小敷がありますね。小敷、でテスタメントですか。テスタメントっていうと、テスタメントって何ですかね、出エジプト記のことかな。やっぱりニューテスタメントね、ジェネシスが創世記で第2部ですよね、テスタメント確か。あ、エクソダスか、出エジプト記は。でこんな感じでブッダの教えもあるということかな。と他はこちらクローゼットがあります。で部屋内のスリッパとハンガーがあるなと。で避難経路も出てますね。とっても素敵ですね。あ、室内全部の電気はここにあって、ここがバスルーム、トイレ、ユニットの電気になってます。トイレはこんな感じで、お風呂と一緒ですね。タオルが2つついてまして、使いやすそうなバスルーム。それからここにもお電話がついてましてね。なんでしょうね、外とつなぐものかな。で、まあプラグもあったり、プラグは200ボルトもあって、100ボルトもあるという形でございます。テレビのスイッチを入れてご使用ください。
なんちゅうのこれ、あ、テレビのボリュームがここで聞けるってことかな。で、アメニティもまあ揃っていまして、大きな鏡、ほらね、大きな鏡に私映ってますね。大きな鏡、ちょっと痩せたのかな、最近私はね。体格っていうか体型が整ってきましたね。はい、じゃあここを出て、こんな感じですね。まあ余談と言いますかね、余談になりますけども、まあ、私がですね、2013年頃に住んでいた3万5000円の広島市中区三河町のワンルームマンションというのが、この部屋の5分の1ぐらいの大きさ、本当にね、ベッド1個、折りたたみというか立ち上げ式のベッドが1個あるぐらいの空間の大きさとしては、そうですね、今椅子が2個あるじゃないですか、あの空間のワンルームでしたね。本当にこのワンルームでした。で、ここに2人で住んでたんですよ。なんかあの昭和初期の頃のなんか貧乏生活みたいですけど、本当にね、そんな暮らしをしている、広島観光事業株式会社の代表取締役で店舗を20店舗運営してたというね。だからね。